とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。アップデートがあって、アーティファクト、何をセットしたらいいか悩んでいます。ということですね。これはちょっと参考にならないかもしれないんだけども、今日は俺が使ってるアーティファクトトップ10発表したいと思います。まあ、これはね、それぞれの戦い方だからね、あんまり参考にはならないかもしれないんだけども、今日はよく使うアーティファクト10個紹介していきます。では、行きましょう。それでは第10位からサクッといきましょう。第10位はエリクサーのカバンですね。これパワーポーション、そして影のポーション、この2つが出る可能性があるので使ってました。でも実際アイテムボーナスがあると必要なくなりましたね。第9位は稲妻の矢筒です。無限ダイナも使うときに装備しますけども、そこまで使う機会はないかな。第8位です。8位はエレメントのカバン。アップデートで下方修正あったんだけども、まあ今でも深海に行くときはつけていってます。続いて第7位。第7位は影の断片ですね。今までは全く使ってなかったんだけども、最近使うようになりました。やっぱりね、影化するので安全っていうことで、高難易度ソロでやるときにはたまに使ってます。あとマルチでやるときに、仲間が倒れた時、助けやすいっていうのも一つポイントではないでしょうか。ただ、攻略速度はちょっと遅めになるのかな。続いて第6位です。第6位はアイアンハンドアミュレットです。性能は 50% 火ダメの軽減になってまして、火ダメ軽減がついてない防具の時とか、あとは場所によってだね、は装備していくこともありますね。続いて第5位。第5位は幽霊マントですね。まあ言わずと知れた高速周回用の装備です。無敵バブル使う時にはまあ 100% と言っていいほどこれ装備してます。続いて第4位です。第4位は瞬足のブーツですね。5位のマントと同じく高速周回の時に使います。まあブーツとマント、これはセットじゃないですかね。うん。無敵バブルビルドでは絶対使ってます。それでは第3位行きましょう。第3位は卵天狗岳ですね。近接ではほぼほぼ必須ではないでしょうか。まあたまに羽でなんとかするっていう強者もいますけどね。次は第2位です。第2位は弱体化のドラですね。まあどこの場面でも使っていける装備ではないでしょうか。特にボスでは必須級なので大体入れてますね。さあそれではこれは絶対必要、第1位ふわふわの羽ですね。近接を使うにあたってもバブルを使うにあたってもカバンやブラストビルド使うにあたっても絶対必要です。1位は絶対これ、ふわふわの羽。はい、ということで今日は個人的に使うアーティファクト10位やってみました。まああまり参考にはならないのかもしれないんですけども、俺がよく使うアーティファクトこんな感じですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。